どうもこんにちは、みーたんぐです。今回はミニチュアセーターの編み方を紹介します。何年か前にもセーターのミニチュアセーターの編み方の動画を投稿しているんですけども、今回ちょっとリニューアルしましたので2019年バージョンのミニチュアセーター紹介したいと思います。これは棒針でセーターを編んだんですけども、子供用に同じ糸で同じ模様をつけて、ミニチュアバージョン、本当にミニチュアバージョンを、こんな感じのセーターなんですが作りたいと思います。余った糸とかね、そういうのでも作れると思うので、ぜひ作ってみてください。今回は新しい七色彩色、パッケージ変わりましたね今年の、この色何色だ、すごく可愛い色です。これで編んでいきたいと思います。まずはお袖の部分をもう一つ編んでるんですが、これをもう一つ作ります。使用するかぎ針は8号です。ふんわり8号で編んでいきたいと思います。はい、結び目を作ります。ここから鎖編みを7回、1、2、3、4、5、6、7、そして最初の鎖編みのここに入れて引き抜きます。ちなみにこちらはですね、5号針を使用して編んだのでこのサイズです。これは8号なんでね、結構大きめになりますね。袖の感じがこんなに違う、はい、そうしたらこの糸編みくるみながら編みます。鎖編みを2回で立ち上がったら、今引き抜いた目、ここに長編みを編みます。かぎ針に糸を引っ掛けてからここに同じところに入れます。そして糸をこっちに持ってきて引き抜く。そして左側の2目を引き抜く。残りの2目を引き抜く。はい、で全部で7回長編みを編みます。はい、7回編みました。そしたら編みくるんでたやつをカットしちゃいます。そして最初の長編みの頭に引き抜きます。ここに鎖編み2回があって、ここに長編みがありますね。ここで引き抜きます。こんな感じです。そして鎖編み2回で2段目で、根元から7回長編みを編みます。1、2、3、4、5、6、7、そして引き抜きます。最初の長編みの頭に引き抜きます。ちょっとなんか今の糸が出てきちゃってるな。さっき7目目のところで切りましたけど、6目目あたりで切った方がいいですね。そうすると表に出てこないかもしれない。はい、もう一段同じことをします。鎖編み2回で立ち上がって、糸を引っ掛けて根元から7回、1、2、
抜きます。そしたら鎖編みを1回して適当な長さでカット。はい、これで袖、お袖が2つできました。はい、そしたらジュルジュルとここから編んでいきます。同じように結び目を作って鎖編みを16目いきます。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16。そしたらねじれないようにして最初の目に引き抜きます。よいしょ。そして鎖編み2回で立ち上がって根元から16回長編みを編みます。引っ掛けてから根元編みくるみますね。適当なところでカットします。5、6目あたりでこの編みくるんでいる糸はカットします。後ろにして、はい、そうしたら最初の長編みの頭で引き抜いて16目できました。はい、そして袖の時と同じように3段目まで1つずつ長編みを入れていきます。鎖編み2回で立ち上がって1つずつ入れていきます。はい、できました。ここまで来たら今度は袖をつけていきます。まず鎖編み1回で立ち上がったら根元から4目細編みを編みます。1 2 3 4。そして片方持ってきてこの糸が出ているこの根元ですね、最初の目のところにかぎ針を入れて、この短い糸は編みくるんでいきます。4目ぐらい編みくるみます。このまま細編み、よいしょ、1 2 3 4。そしたら向こう側に持っていって、で5 6 7 7で袖の部分が終わりです。そしたら戻ります。今ここで1 2 3 4って来ているので5目目、ここから8目編みます。1 2 3 4 5 6 7 8。そして同じことをします。1 2 3 4
を6、7、そしてまた戻ります。残りの4目細編みを編みます。1、2、3、4、そして最初の細編みの頭で引き抜きます。そしたらこの短い糸をカットします。こっち側も間違えて他のところをカットしないように気をつけながら、はい、ここで糸を変えても可愛いですよね。ぐーっと、はい。では続いて、5段目鎖編み2回で立ち上がって、根元とその次の目に1つずつ長編みです。1、2、はい、そしたら、減らし目1を繰り返していきます。まず長編みを途中まで編んで、もう一回かぎ針に糸を引っ掛けて次の目、そして持ってきて左側の2目だけを引き抜きます。でこの3目をいっぺんに引き抜く。これで2目が1目になりました。そして次の目に1つ長編みです。で次は減らし目です。途中まで長編みをしたら次の目にもう一回入れて、左側2目だけ、そして3目、次は1です。そして次は減らし目です。次は1です。そして次は減らし目です。そしたら次は中長編みを1回します。中長編みを1回、そして中長編みで減らし目をしますと持ってきて、もう1回糸を引っ掛けてそのまま次入れます。こんな感じです。ちょっともう1回やっとこうか。糸を引っ掛けて次の目にかぎ針を入れて糸を持ってくる。でこのままもう1回糸を引っ掛けて次の目、そして糸を持ってくる。でこの5本をいっぺんに引き抜きます。そして次の目にも中長編みを1回します。はい、いっぺんに引き抜く。はい、ここだけ中長編みです。そしたらまた長編みに戻ります。長編みの減らし目です。2本だけ引き抜いて、もう一回糸を引っ掛けて次の目で、左側2本だけ引き抜いて全部引き抜く。そして次は長編みを1回、そして長編みの減らし目で、長編みを1回、そして減らし目、で長編みを1回、そして減らし目、そして最後の2目は長編みを1回ずつです。1、2、そして最初の長編みの頭で引き抜いて、最後6段目です。鎖編み1回で立ち上がって、
細編みで編んでいきます。細編みを1減らし目、1減らし目というふうに続けていきます。根元に1、細編みの減らし目、はい、これを繰り返していきます。1減らし目、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 1減らし目。そして最初の細編みの頭に引き抜いて完成です。セーターできた。昔の動画ではね、もう一段細編みを1回編んでるんですけども、細編みを1段、増し目減らし目なしで編んでるんですけども、まあ、その辺は好き好きかなって感じです。今の私の気分はこの首の広さです。キュッともう1段やるとね、上に高くなるので、まあ、試しに編んでみてもいいと思います。色を変えたりして楽しむのもいいんじゃないかなと思います。さて、糸を切って糸処理をします。よいしょ。ワイヤーでハンガーを作ったりもしましたね。これはちっちゃいセーターいっぱい編んで、こう洗濯物みたいに干しても可愛いですよね。ガーランド。余りの糸をね、余った糸を使ってできると思うので、ぜひ飾りに作ってみてください。よいしょ、はい、できました。かわゆい。ここ色変えても絶対かわいいですね。ちなみにこのハートは刺繍といいますか、2本ここ通しているだけです。斜めにで、後ろで結んでいるだけです。見えないけど、ここにハートがあっても刺繍しても可愛いですね。ぜひいろいろアレンジして、作ってみてください。じゃあねー、バイバイ。